ん、こんいろはー。どうもー、伊達女魂の伊達いろはの中の人の野口ひなのでございまーす。みんなこんいろはー。さて、私は今日どこに来ているかと申しますと、こちら女川の海でございます。さあ、なぜ海に来たのかと言いますと、伊達いろは初の海釣りでございまーす。海釣りだー。ということでね、まあ、あのいろは初のですね、初なので、まあ、あの一人でやるのは心細いというか、まあ、何もできないということでね、今日は強い味方を連れてきました。こちらです。はい、いつもねライブとかでキーボードを弾いてくださってるオルさんです。どうもオルですオルって言わないと ね、そう言わないとちょっとあの予想的にもあんまりオルさんかどうか怪しいのでい、普段はピアノを弾いてくださっている、あと歌とかもね、あのリミックスして、ミックスしてくれたりとかしてくれている、オルさんが、強い味方として今日はいてくれますので、じゃんじゃん撮っていきたいと思います。ということで海釣りやっていきたいと思います。頑張ります。はい、ではということで、はい、ということで、まあね、はい、まあ、釣り好きなんですけど、私オルシだね。今日はね、まあ、コーチとして、はい、コーチオルコーチあれなんですけど、まあ、今日はね、まあ、ひとまず最近この辺ではイワシが釣れてるんで、イワシが子供でも全然釣れるような簡単な仕掛けで釣れるっていうので、イワシとかその辺の小さめの魚を狙いつつやろうと思います。はい、で仕掛けがね、こう多分ね、よく来てもらえると分かんないけど、小さい針がね、いっぱいついてるの。こういう、だこういう針が可愛いらしい、いっぱいついてる。これなんとか1、2、3、4、5、6個ついてる。これをふわふわと食べ終わせつつ、ここのカゴにこのエビのね、あのあ、これですね、こいつを、これイロハカラーです。本日イロハカラーの餌です。それを入れてこう竿を、ね、ふわふわとしゃくってあげると、このここの隙間からオキアミがすごく出るの。なんかちっちゃいエビちゃんみたいな感じなんですね。すごい初めて見ました、このちっちゃいエビちゃんの餌。そいつで魚を寄せてこの針に食わせるはいっていう流れになるんで、おお、じゃあもうドバッて入れていい感じですか。満タンにちょっとね、わー怖っ、なんかちょっと水っぽいそしてものすごく、それではイン、あ、なんかエビの香りがする。いけ、満タンか、満タン、全然いっちゃってる。おお、お、こんぐらい、こんぐらい、そうですね、こんぐらいですね。はい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 、ちゃんとちゃんと、はい、完成、これで、これで準備はな、おー、簡単ですね。こんな感じで、おお、いい感じ。じゃあ、この竿を持ってもらって、はい、おー、いよいよ、竿を持ちます。いろは、この形状の竿を持つのが本当に初めてなので、まず持ち方としては、持ち方は、そうね、持ち方は、はい、こう、こう、ここの間に挟む、おお、こう、あ、逆か、左手に、逆だな、こうか、このリールの間に2本、この中指と薬指の間をこう、こうか、なんだ、こうだ、あ、こういうことか、こうですね、こうに、はいはいはい、こうにで、まあ、このリールがね、はいはい、あると思うんですけど、この絵がこれを、まあ、今は俺が通して、はいはい、やってみるんだけど、このレールを返すと糸が、おお、お、おお、閉じると中、へー、すごい、で、まあ、引けるように。なるほど、まあ、基本はこれだけ。はい、わかりました。まあ、やってみた方がね、
そうですね、いいと思う。こいつイカ立てて、こいつを立てて、あ、イカバイです、イカバイです、いいですか、大丈夫で、はい、こいつを、お、これだけはそこに行っちゃうから、もう戻して、これは、よしよしよし、戻して、これで、あとはゆっくり竿をしゃくりたい、なるほど、これはもう、あ、僕食いつきましたっていうあれはあるんですか、手元にビビビビって魚の音が、なるほど、しゃくるときに、腕だけやから、もうこう、こういう風に、あ、そう、あ、こういう感じなんだ、こい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 、分かんないけど、魚はね、集まってます。すごい、ちょっと色が身長的には見えないんですけど、ちょっと見えない、あ、なんか、え、巻く、まだまだ、あ、なんか来てる来てる来てる、ビビビビ、来てます、すごい、これは作るの、あ、じゃあ上げたり、おお、なんかビリビリ来てますね、すごい来てる、おお、これが魚の感覚、まだビリビリしてます、一回上げてみるか、様子見てみる、しらりー、手前ですか、手前から、手前から奥に、負けないな、負けない、あれ、手前から奥に、手前、手前、下にはめちゃくちゃ魚いる。しゃがんだ方がいいか。なんかしゃがまなくてもいい。今日ね、送り出すから。釣れたら最高なんですけど、サメはね、ガラじゃなかったですよ、無理だったか、これはよくところでちょっと上げてみようかな、ちょっと上げてみようかな、カゴの中の餌がなくなったら、あ、なるほど、やりなきゃ、あ、あ、ビビビ来た、あ、あ、ゆっくりゆっくりやる、あ、やったー、見てください、なんか釣れたー、かわいい、どういう絡まり方してるんだこの子、マジか、やったー、釣れたぞー、海釣りだー、こいつはアジですか、これは美味しいよ、お、美味しいアジが釣れました、やったー、少し糸出してくれる、はーい、じゃあちょっとペッと、はい、はい、ちょっと止めて、戻して、はい、戻しました、竿を立てて、竿を立てて、竿を立てる、持ったまま立てる、じゃん、で立てて、針切る、はーい、じゃあこの辺持って、
イエイ釣れた釣れました、アジとツーショットやったぜ。開始何分ぐらいですか、これは。開始6分ぐらい、10分もないぐらいぐらいで釣れました。いい形ので、なんか良さげな感じの子が釣れました。ありがとうございます。イエーイ、やったゲットだぜ。ナイスフィッシュ。はい、じゃあこの針を外す。はい、あ、パッと針を外すのもしてみよう。こっち側に入れて、そうしまーす。よいしょ。あ、ビチビチいってますよ、ビチビチ。お元気ですよ、お元気。本当ですか、おやった。この魚を使うときは、こうっていうよりかは縦に掴んであげると、こうか。あ、やめて。ちょっと私も魚を待ちなさい。掴めました。掴んで、掴んで外す。あ、なんかあんまり掴めてない。これはどう使っていいですか。魚に対して。あ、そうかかってんだ。で、顎に刺さってる。あ、取れた。わーい。やったぞ。はい、アジでございます。釣れたー、イエーイ挨拶しなさい、ちゃんと。ほら、どうもこんにちは、アジです、アジです。釣れました、釣られました、釣りましたやったー、アジゲット。この子どうしましょう。この子は持って帰りましょう。よーし。なんかあんまり暴れなくなっちゃいました。そしてイロハのイロハパワーで。やったー。なでなでしょ。なでなで。このバケツの中に。あ、このバケツの中に。あれ、魚って噛んだりしないですよね。噛んだりはしない。じゃあ大丈夫。ほれ。おー、生きのいいやつが釣れましたよ。だいぶ暴れてますよ。おめでとうございます。やったー、やったー。っていうのが一連の流れ。これが一連の流れ。さあ、これでじゃあジャンジャカ釣っていきます。これでね、目標10匹やったー。沈めて、上に上げる。沈めて、上オルさんとイロハは釣り方が違うんですよね。そうなんです。僕が今やってるのはショアジギングっていう、まあ、ジギングですね。ルアーを使ってで魚を釣るっていう方法で、餌じゃないんですよね。だから、うんうん、だからまあ餌じゃないってことはなかなか食わせられない。常に動かすないと釣れない釣りなんで。こっちの方が難しいってことですかね。まあ、難しいですね、うん。ちょっとコツがいるっていう、うん、勝手に寄ってきてくれないか。今何時？4時半だと思います。こっちは餌釣りってやつですね。あ、やばい、俺さ、なんか糸が変な風になっちゃいました糸がなんかビョーンってなりましたね、いろんな巻き方があるんですよね。しゃくったりとか、早く巻いたりとか、今早く巻いて止めてを繰り返して。あ、こういう。今日は手応えがないですか。今日はね、まだないですね。こういうやつを使って。今ちょっと暗いんで、ね、こんなアホみたいなルール釣れんのかよって思われがちなんですけど、食ってきます、これ。暗くなってくるとね、こういうので目立たすから。どうですか。なんか全然ビビってこなくなっちゃいましたね。ららやっぱイロハにビビってんのかなさすがにね、サンド釣ってますから、こっちは。心に余裕がある。やっぱり私にビビってるかな。
おお。すぐ？本当に、わあ本当だ。やった、ちょっと行かないで。やばい、すごいキワキワにやっちゃった。え、フグってそこあるんでしたっけ？触っちゃダメ。触っても大丈夫。多分中に。フグちゃん釣れた。フグは掴みやすい。かかってるのかな。口にはかかってないから。お腹か。お腹にかか。取れた。あれ取れた。あ取れた。あ取れた。わーい。え大丈夫。なんか。うん触っても大丈夫か。膨らむ。えうわー。あかわいい。見てください。フグが切れてる。ブチギレフグです。怒ってる。かわいい。フグ釣れた。やったー。さっきフグ釣りたいって言ってたから。フグゲット。かわいい。やったー。じゃあお前もアジの群れに。え、こんな膨らむんだ。逃がした。あ、これでいいです。じゃあちょっとここね、この子とはお別れです。あ、なんか目つぶって涙を流しそう。そんなに悲しいか。また来るんだよ。じゃあまた大きくなって、うん、大きく、あー、ちょっと危ない危ない危ない、うん、大きくなってまたいろはの元に来るんだぞい。さようなら。ということで、フグ一匹ゲットしました。引き続きです。モールさんはこれ長い時はどれぐらいやってるんですか。時間ですか。はい、長い時だと8時間すごいっすね。でも本当に長かった時は何時間だろう、12時間ぐらいで、ずっとこれやってますね。ひたすら投げて巻いてよ。それはあの釣れてるからもっとやりたくなるんですか、それとも釣れないからもっとやっちゃうんですか。あの本音は釣れてるからもっとやりたいんですけど、釣れないからやっちゃうんですね。やっちゃうのが多い。そういうケースが大胆。なるほど、ね。アジが、4匹、ちょっとこの子多分息が良かったのかな。移動してますけど、あ、ほら元気、これアジが4匹、そして、フグが3匹釣れました。ちなみにあのフグはキャッチ&リリースということでね、まあ、食べれないですよね。食べられないの で、ちょっとさよならグッバイしましたが、計7匹釣れました。 やったー、すごい、はい、1人で7匹。そう、初海釣りでですね、はい、なんとね、7匹も釣れてしまいました。素晴らしい、やったぜ。勝者でございます。そしてオルさんが、僕は0匹でございます。ルーザーです。ルーザーフィッシャーです、まあ、これがね、釣りのリアルだから、はい、ね、経験関係ありません、はい、あるかないか、ね、魚が
を食べるかどうかですから。そうですからね、はい、ね、ということでね、いろは初の海釣りでございました。え、次もね、なんかまた別のところでなんか釣りできたらなって、ぜひ、はい、思います。いろんなポイントがある、はい、ということで皆様、みんなもやってみてね、寒いけどこの季節は、ね、ということでね。でも楽しかったです、楽しかったです、すごい、めちゃくちゃ楽しかった。あと3時間ぐらいは折れるなって感じですねすごい全然折れる。もうちょっとね、ちょっともう暗くなってまった。おー、なんか船もなんか ね、ちょうど何か来ました。あの船に乗って今度は行きますか。あ、じゃああれに寄って行きますか。あれに乗って今度はあれに乗ってね、今度は行こうかなみたいな。お願いします。はい、お願いします。ということで、じゃあ今日の海釣りのコーナーじゃないや、海釣りはおしまいということで、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。おつゆのはまずだ、そりゃそうだ、そりゃそうだ、ダメだ、こいつ餌持ってねえって言われました。餌持ってないって言った。